俺チョク聞いたことないですか？俺チョクって聞いたことない。嘘、レコチョクしか聞いたことない。レコチョクってやつね。デンツッテンツッテン、レコチョクってやつね。そうそれしか聞いたことない。俺チョク知らん。オッケーか。あ何？非凡な攻撃してしまった。殺しいいの俺。殺しちゃダメですよ。これいけない。あちょっと分かっ、あちょっとこれ言って察しがいいから分かっちゃったかも。何？こいつボスだろ。違うんだよな。倒すことによってなんかその何フラグを回収してなんかボスになるんじゃないのこれ。いや絶対そうだ、察しがいいからを入れて。小文字な。小文字 YP YP N N S S I IN はい、N で、最後が E。 すげえな、天才か。おい、誰でも分かるわ、こんなん。うわー攻撃が当たらない。すげえ。どうも。え、これはあれだよね、別に時間制限とかないよね。ないっすね。ただ僕、うん、どういうあれだっけな、多分これ鏡見触れられないんじゃないかな。触れれる？どう鏡見、これ触れれます？ちょっと待って、なんかあ、触れれないかも。なんでで僕も回復アイテムとか減っちゃうんですよ。なんか、いろいろね、来ることによって、うん、制限が設けられてて。かがり火ができなくなるとか？なんかね、あるんですよ、そういうの。ほぉ。慎重に行きましょう。そうやな。じゃあ、ボスを倒そうぜ、とりあえず。このボスどんなやつだっけな？ああ、結構、ああ、どうだろうな、簡単かな？慎重に行こう、慎重に。ここパリーって言うの、これ。そんなないしないで。設定で多分シフト押しながらね、僕はやるとできるんです。シフト、シフト。これね、タイミングよく相手の攻撃を弾くと、うん、パーンってなって、あのその間に攻撃ボタンを押すと、なんかあ、違う気持ちいい、気持ちいい。そう、めっちゃ強い攻撃が出るっていう。あ、絶対使われ、絶対使わねえ、それ。とりあえず、慎重に行きましょう。OK。え、これ全員敵？いや、敵対してこないと思います。歩いてる奴が敵対してきます。あんなガードしてるよね、効かねえから。で、致命ってのがあるんですけど、知ってますか？わかんない。で、一応こいつらも倒せます。倒そう。見とってほしいんですけど、できるかな。これ相手の後ろ取って、うん、あ、こういう風にやると、できない、できない。あ、やばいやばいやばい、できなかった、見せたかった。あ、これね、致命ってのがあるんですけど、それもね、取れたら取りたいんですよね。致命、相手の後ろ取って、今例えばこういう状態で、うん、僕攻撃ボタンを押すと、なんか特殊モーションが入って、うん、これまたすごい大きいダメージが出るってのがあるんで、うん、クリティカル的なこと。そうそうそう、なんで暇だったらちょっと練習してみるのもいいかもしれない。後ろ、相手の後ろを取ると。そうそう、回りながら。あ、これ敵いっぱいいるんで気をつけてくださいね。見えないとことかに潜んでたりする。あ、いた。立ち上がる前に殺す。え、じゃあロックオンしてます？ちゃんと。しない。
攻撃外してますよ。大丈夫ですか。やっぱね、あの、なんていうの、あのプロ志向だからさ、ロックオン外してやっちゃうよね、ついつい。エストビン飲んでいい、はい、まあまあ大丈夫です。多分まだ回復量的に全開はしないんで。これなんだ、こう下行けんのこのゲーム大きいとこから降りるとダメージ食らいますかね、高いとこから。今の食らったん、もしかして食らってますよ、実は今の。はぁで、ここね、敵いっぱいいるね。一体ずつ行きましょう。いいよ、来た。なんでおびき寄せましょう、こっちまで。あ、そこタコ殴りです。強そう、ちょっと。いた弓矢で撃たれた。気をつけて、奥にいる。奥のやつも来てるね。これ押すしかないかな、これ。来いよ、来た。攻撃当たってあぶねえ。はっ、あれだね、もう一撃じゃ倒せないね、ここら辺から。そうっすよ。おっ、ちょ、くそなすりつけられた慎重にしいや。僕回復アイテム1個しかないんで、まず慎重にやらないと。ちょ、突っ込みすぎ、突っ込みすぎ。ちょっとおーい元の世界戻っちゃったよねえ、そういうゲームじゃないのこれねえ。あ、残り火ね。そう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 、ほんとだ、3個だけあるね。そう、レアなんでね、ちょっと。バケモンが来やがった慎重に行こう。願いを叶えたまえ。ちょちょちょ、叶えたまえじゃダメだ、叶えてあげる。ただの偉そうなやつじゃんそれ。ただ願い叶えてほしい。頑張って7個集めた例のものをね使って呼び出したのが、ただの顔、ちょっと願望丸出しのおっさんだった。願いを叶えたまえ。じゃあ僕の戦いぶりを見といてください。ちょっと見とくわ。え？え？食らってない？ちょっと食らっちゃった。よっしゃ、雑魚狩りじゃ。あ、最悪。食らっとるやん。一発もらった。これさ、エストビンさ、なんか青い方のさやつもあんねんけど。なんかそれ特技とか使うと減るんですよ、青いの。特技いきますか。うん、ボスは拝んどきたいぞ。で、あとここに1匹います。あぶね、ボウが鳴ってくる。やっちまえ、 やっちまえ。よし、で1体ずつ。どうがんなこいつ。上、階段上は。うわ、奥にもう1体もがいたわ。そうだ、うわー、なに
そう、ウェイクトン出てくるんですよ、そいつ。ちょ、いや、ちょ、帰ろう、帰ろう、ユーボン。それで、ね、これダメージが食らうんで気をつけてください、ほんの。はぁ、かっこいいでしょ、あのドラゴン。え、どうするん、帰ってもらおう。あれね、火吹いたりするんで、あの、上と、あと僕らが行こうとしてた通路。うん。どっちも入ってくるんですよ。え、じゃあ、な、え、どうするの？で、なんで、上は絶対行けなくて、下は一応行けるんで。うん、下を通って行けよってこと？下を通って行きます。で、多分僕らが行け通ろうとすると、火吹いてくれるんで、殺してくれないかな。あ、やばいやばいやばい、吹く？え、めちゃかっこいいじゃん、バハムートやで。あれ、火吹いてくれないのこれ。あ、そう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 、これこれこれ、燃えた。これ多分ね、ダメージ食らった気がする、燃えてると。よし、今行くぞ。行こう。うわ、ダメだあああ、早く抜けて、ダッシュダッシュダッシュ。で、ここね、ここちょっと強いね。いやこいつマジで。あ、ここ強いのいなかったっけ。燃えたんじゃない？いた。来た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 、早い早い。え、え、行った。気をつけて、こいつ強いから。ダメダメダメ。相手に振らせる。相手に振らせる、まず。で、こう。うわー、死んだ。死亡しました。あった、一応書いといたんで。オッケー。いどっちだ、こっち。左はね、なんか赤ね。で、こっちはいける。でね、下ちょっと覗いたらまた続いてて、こっちまだ覗いてねえんだけど。これね、上に行くとね、実は危ないでしょ、ドラゴンでしょ。実は例のものがあるんですよ。 B ガール、けど今かかれないもんね。あ、かかれるわ。多分灯せるだけですね、座れないって。そういうことな。とりあえず灯す。そしたらここはこんだけしかないんで、しかもこれ上行けない。 ここまでそう。なんでさっきの下か。下だ下だ。怖え。下もいろんなところにいるんですよ、敵。多分倒したで。え、やったの、もうやった。倒してた。あのね、盗賊みたいなやつがね、3匹ぐらいいた。どうしよう、どっち行けばいいんだろう、さっき。まあここまでしか行ってないけど、こっから下は行ってない。こっちだね。じゃあ行きましょう。うん。うわ、なんかやばいのよ、いる。ちょっと待ってや、ちょ、まだ降りてる途中やんか。強い強い、こいつ強いよ。回復して。はい。いた。リーチが投げ。ゆめ、死ぬ。うわ、ご了承禁止。これむずいね。強いでしょ、敵。強い。こっちなんかあるかな。
もうエストビンなくなったし。エストビン補充できる とことかないの？ないっすね、かかり火。なるほどね。投げナイフ。牢屋だ。開くんか。開かねえわ。開かない。じゃあこっちなんもないっすね。うん。はずれ。なんかいろいろアイテム落ちてんね。投げナイフ、投げナイフ。あれ、手さんどこ？はい、あ、いた。こっちだね。なんとなく覚えてますね、僕は。ほう、倒しちゃおう。死ね。ああ。後ろ取った。いけ。なるほどね。大丈夫エテさん。ん？もう回復薬ないもん。どうしようね。青い瓶ならあるけどね。ここね、ここね、行こうか。屋根上。なかったっけな。だって、エテさん先に行かなほうがいい。あ、やばいのがいるわ。うおぉ、あいつじゃん。一旦逃げよう、上に。あいつじゃん。来た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 。こいつ倒せるかな。一応ね、こいつね、あれなんだよね、あの火に弱いから。うん、なんとかならかな、火炎壺で。でもこれ絵手さんが死んだら終わりなんで、僕行きますね。火炎壺で。うん、火炎壺どうすんの？投げんの？投げつける。うわあ、死んだ。生きてる、生きてる。ああ、強い。死んだ。